チャオ、まひろです。逆転裁判3、続きからやっていきたいと思います。第4話、始まりの逆転、みつるぎがいるから、みつるぎが出てくるのかな、もしかしたら。その子、人質を放しなさい。橋の上にいるね。なんだ、映画の撮影かなんかか。黙れ、近寄ると人質殺す。なんか片言だな。残念だったわね。あなたはここまでよ。ん？なるほど。え、入院してんの？僕は今、ある裁判の記録を目の前にしている。僕の師匠、千尋さんが初めて法廷に立った時の記録だ。脱獄囚に関するデータ。ああ、データ1。氏名、お涙、美さん？誘拐殺人。死刑。脱獄から再逮捕までの推移。脱走後、お涙は宮柳有希巡査部長と接触。その後殺害。ああ、早いよ。千尋さんが初めて弁護したのは、脱走した死刑囚だった。それは僕が千尋さんに出会うさらに1年前のことだ。なんでこんなの調べてんの？6年前、綾里と千尋、初めての法廷。ん？千尋さんの話か？2月16日、午前9時24分、地方裁判所被告人第4控室。もうダメ。緊張で死んじゃいそう。そうだね。やっぱりやめておけばよかったかな。キャーあ、おはようございます。ビビっちゃダメよ千尋。俺やってない。誰も殺してない。やっぱなんか片言な気がするな。お涙みちる、私の初めての依頼人みちるね。5年前、死刑を宣告されて服役中だった脱獄囚。とにかくここは軽い世間話ね。リラックスさせてあげなくちゃ。あのどうして脱獄したんですか？うがキャー、ごめんなさいごめんなさい。大丈夫かこれ。俺やってない。何もやってない。俺嘘つかない。脱獄なんて知らない。は？え？でも現に一昨日再逮捕されたじゃないですか。ごめん、ちょっと嘘ついた。ちょっと可愛い顔になってる。でも俺やってない。誰も殺してない。あの、失礼ですけど死刑囚さんなんですよね？うがーキャー、ごめんなさいごめんなさい。進まねえじゃねえかよ。死刑判決、今から5年前、俺はめられた、騙された。あの女嘘の証言した。だから死刑判決を。俺殺してない。そんなことできるわけない。一昨日、囚人護送車が事故を起こした際逃走。そして約8時間後、彼が再逮捕されるまでに一人の婦人警官が殺害された。この死刑囚、お涙みちるに殺害されたと考えられている。あの、脱走してこの婦人警官と会ったんですか？会った。俺そのために護送車逃げ出した。やっぱり被害者と会ったのは間違いないのね。でも俺殺してない。別れた時、あの女生きてた。これ本当。信じていいんですね、お涙さん。え？被告人を睨んだって真相は見えやしねえさ。これ後藤じゃない？後藤健二じゃない？格好と髪型一緒だよね。先輩？
椿の庭に放り込まれた迷子の子猫ちゃんを見に来たぜ。先輩ということは弁護士だよね。一緒に遊んでやろうかと思ってな。あの、星影先生は？くっ、おじいちゃんはまだベッドの中だろうぜ。空のボトルを抱いて、バッカスと語らってるはずさ。いや、絶対そうだよ。神の木って名前になってる。ご不満かな？この、神の木、総流じゃ。総流って何？そんな。星影法律事務所ナンバーワンの先輩が私なんかのために。いやいや、今朝のナンバーワンはあんたさ。まったく大したクソ度胸だぜ。初めての依頼人が脱獄した死刑囚なんてな。私もそう思います。もう逃げ出したい気分だわ。ふっ、安心しな。さっき聞いたんだが、今日の検事さんもどうやら新人らしいぜ。そうなんですか？ただし、どこかの誰かさんと違って、検事局始まって以来の天才らしいけどな。天才。さあ、そろそろ時間だな、子猫ちゃん。生きにやろうぜ、生きによう。ってことは、三つるぎか、検事。この世で最も孤独な場所、それはきっと死刑囚の独房。私の依頼人は、そこから必死に逃げてきた。弁護士はみんな彼を見捨てた。でも私にはできなかった。彼の目から溢れ出す涙とそのまっすぐな言葉、そこに紛れもない真実を見た気がしたから。全然事件の概要わかんないんだけど、ちゃんと説明してくれる？同日午前10時地方裁判所第4法廷。ああ、三つるぎだ、やっぱり。ああ、裁判官が違う。これより、お涙みちるの法廷を、しめやかに改定いたしましょう。しめやか。弁護側、準備完了しています。検察側、元より。若いな、三つるぎ。本日の法廷は、検察側、弁護側とも、新人と聞いているのですが。はい。綾里千尋です。三つるぎ玲治と申す。かっこいいな、三つるぎ若い頃。あなたが噂の三つるぎ賢治くんですか。最年少で賢治になったという。20歳だ。どうやら子猫ちゃんは噂になってないようだな。負けちゃダメよ千尋、年下の男の子なんかに。ふっ、若ければいいというものではない。私はどうかと思いますがね。さて、今回の被告人は現在服役中の死刑囚です。2日前護送車から脱走したとか。その通り。この法廷で裁かれるのは脱獄の罪じゃねえ。被告人が逃走した日に殺害された婦人警官、その死の責任がお涙さんにあるのかどうか、そういうことだ、子猫ちゃん。それでは、三つるぎ賢治くん、しめやかに冒頭弁論を。今から5年前、被告人、お涙みちるは、この法廷で死刑判決を受けた。罪状は、営利誘拐及び殺人。被告人が橋の上から突き落とした少女は、当時14歳だった。大変痛ましい事件ですね。私もよく覚えています。裁判は決定的な証拠がなかったため随分長引いたとか。さよう。結局決め手になったのはある目撃証言だった。目撃証言？うん、さっき見たね、このシーン。たった一人で誘拐犯と対決した婦人警官宮薙祐樹。彼女はその場でお涙を逮捕、後に法廷ではっきり証言した。お涙は邪魔になった人質の少女を川に投げ落としたと。これ絶対パーンって言ったしさ。間違って殺害しちゃったんじゃないの。吊り橋の下を流れる、
なんて読むの？わ、ご、ごわら川は、その水量と気流で知られている。飲み込まれた死体はほとんど発見されることがないという。その証言が決め手になって死刑判決を受けたわけね。もしかしてその婦人警官というのが、さよう、2日前殺害された今回の被害者、宮城有機巡査部長というわけだ。ぬぅ。彼女の証言のおかげで死刑判決を受けた囚人が2日前に脱獄した。その目的は一つ、自分を死刑にした婦人警官への復讐。む。今、私の中で完全に真相が見えたようです。え？ぬぅ。これはもう決まりでしょう。有罪ということで。いやいやいや。ちょっと待ってください。ちゃんと証言を聞いてから決めてください。ぬぅ。若さに任せた悪あがき、私はどうかと思いますがね。出た出た。若さというのは時に悲しいものなのだ。あんた、私より年下じゃないの。それでは、三剣健二君、しめやかに証人を呼んでください。初動捜査を担当した刑事を入廷させていただこう。誰だ？あ、糸の子。なんかちょっとジャンパー綺麗。証人、名前と職業を。自分の名前は糸の小切圭介。所轄署の殺人事件捜査担当の刑事室。半年前よりついにやっと念願の刑事課に配属されたっす。誰もそんなこと聞いてません。なんすと、刑事になるのがどんなに大変か。なんですか？綺麗っす。え、胸のあたりがキュンとなったっす。刑事、仕事をしたまえ。さもないと、胃のあたりがキュンとなる処分を下すことになるが、この頃から締め上げられてたの。むぐ、すまねっす。それでは刑事くん、事件の説明をお願いします。は、了解っす。被害者は宮城有機巡査部長、ベテランの女刑事っす。死因は背中に刺されたナイフによる失血死っす。それらの情報は解剖記録にも書かれていますね。事件についてもっと詳しく聞かせていただきたい。は、了解っす。では上面図を見ていただくっす。これは現場となった吊り橋、おぼろ橋の見取り図っす。橋の下を流れているのがかの急流、ごわら川。それでいいのかな、読み方。犯人と被害者は吊り橋の上で会ったっす。被害者の背中をナイフで刺して殺害。殺害した犯人は死体を運び去り、車で逃亡したところを検問中の警察官に逮捕されたっす。ぬぅ、なるほど。よくわかりました。はあ、上面図ね。橋の上に被害者の血痕でも残っていたのですかな。被害者の宮城巡査部長は厚手のコートを着ていたっす。残念ながら、おぼろ橋には何の痕跡もなかったっす。ぬぅ。私は推測という言葉が大嫌いです。橋に痕跡がない以上、二人がそこで会った証拠はない。おお。裁判長。証言を聞いていただければ納得していただけるだろう。二人はあの日、あの橋の上で確かに会った、と。ぬぅ。この私に指を突きつける態度、どうかと思いますがね。それでは刑事くん、証言を命じます。いよいよ始まるわ、千尋。いいか、よーく耳を澄ませ、子猫ちゃん。油断すると、飲まれちゃうぜ、法廷の神様に。いや、絶対鼓動だよな。コーヒー持ってるしな。事件のあらまし。宮城刑事は事件当日、何者かに電話で呼び出されたっす。
彼女は指定された時間におぼろ橋へ行き、そこで犯人に会ったっす。そして彼女は無残にも殺害されてしまったっす。犯人は死体を車のトランクに詰め込んで逃げようとしたっす。山のふもとに展開された検問でお涙は逮捕されたっす。車の中から死体発見されたのかな、じゃあ。ぬぅ。確かにおぼろ橋の重要性ははっきりしたようです。当然。それでは弁護人、しめやかに尋問をお願いします。はい、尋問ですよね。おいおい、大丈夫かい、この子ちゃん。あんまり震えるとカップにさざ波が打ち寄せちゃうぜ。震えてなんかいません。むしゃぶるいです。法廷はタフな戦場だぜ。特に初心者さんにはな。心配いりません。だって犯人だって証人だってみんな初心者じゃないですか。まあ確かに。ちげえねえぜ。まずはお手並み拝見といくぜ、子猫ちゃん。大丈夫よ、千尋。法廷の作法なら、昨夜ビデオでバッチリ勉強したじゃない。ビデオで？まあ、とりあえず最初から揺さぶっていこうか。